行くぞ。シュート。行き過ぎた。もう一度。シュート。イエーイ。ゴールの位置が高くなり、少し難しくなったバスケットボールゲーム9を作ります。よし、もう一丁。シュート。イエーイ。さらにもう一丁。それ。イエーイ。本体を作るための15センチの折り紙。ボールを作るための 7.5 センチぐらいの折り紙の切れ端。それから竹串と後ろに消しゴムがついた鉛筆を用意してください。まず折り紙を裏返し半分に折ります。折り筋をつけ広げます。手前の端を中央に折ります。折り筋をつけたら、さらに中央に折ります。しっかりと折り筋をつけてください。折りやすいように全体の向きを変えます。こちらの端も中央に折ります。さらに中央に折ります。全体を広げます。たくさんの横の折り筋がついています。この折り筋が縦になるように90度回し、また半分に折ります。折り筋をつけ、広げます。手前の端を中央に折ります。先ほどと同じ工程を繰り返していきます。さらに中央に折ります。折りやすいように全体の向きを変えます。こちらの端も中央に折ります。さらに中央に折ります。全体を広げます。手前の折り筋と奥の折り筋が山折りになっているので、これをこのように谷折りにします。奥もこのように谷折りにします。そして奥から90度ずつ折っていきます。このように四角く90度、90度、90度に折っていきます。そして手前の端を巻きつけます。一旦このように平らにして、再び四角柱にして、反対側にも
押さえてしっかりと折り筋をつけます。この端が見える部分を奥に持ってきます。この端が見えない綺麗な面を正面にします。この端が見えるところを裏側と呼びます。こちらは正面です。中央の右の四角、この四角の右側に竹串でこのように逆くの字を書き、棒を伸ばし、一番端の四角を残し、このようにくの字に少し竹串でへこませます。ひっくり返して裏側も同様に真ん中の右側の四角を残し、その右側に逆くの字、横棒、一番右は開けて、その左側にくの字、このような形を描きます。また正面を向けます。今つけたこの印通りにへこませます。このように上下に押さえて、へこませます。裏側、一番右の四角は潰れないようにキープして、その左側を潰します。竹串の平らな面を使ってこのように広げたりします。この中央の右の四角、これも潰れないようにしたいので、鉛筆の消しゴム側を使ってこのように押し広げ、その右側は押しつぶします。裏側です。裏側も同様に中央右の四角は広げます。こういう細かいへこみは竹串の平らな面を使って広げるといいでしょう。このように一番右と中央の右を残し、その間をへこませます。へこませたらこのように畳んで、その中をしっかり潰します。消しゴムの部分を使ってこのように潰します。反対側にも折って中を鉛筆の消しゴム部分でしっかりと潰します。
ここまで折ったら一旦このようにほどきます。今度はこの四角の左側を潰していきます。四角の左側、くの字、そこから先ほどよりも長く横棒を伸ばし、一番左を残し、その右側を逆くの字です。このようにへこませます。裏側も同様に四角の左側にくの字のへこみ、横棒、さっきよりも長い横棒をつけ、一番左を残し、その右側に逆くの字、このようにへこませます。正面を向けます。それではへこましていきます。このように上下から潰し、へこませます。指が入る、届く場合はこのように指を入れてへこませてください。逆側も同様に、指が届く場合は指を入れてこの四角を広げます。指が届かない場合は鉛筆や竹串の平らな面を入れて角をしっかり広げます。そして一旦このように曲げて消しゴム部分を入れて押しつぶします。しっかりと折り目をつけます。反対側にも曲げて消しゴム部分を入れ、しっかりと折り目をつけます。正面を向けます。こちらゴール側です。ゴール側なのでこのように立てます。高く立てて、このゴールの角度をこのように水平にします。さらにこのゴール、それぞれのこの辺を折り曲げて八角形に近い形にします。ボールが貼りやすいように八角形にします。こちらボールを投げるカタパルトの方です。先ほどつけた折り目に従ってこのように曲げます。折り目がついているので簡単に曲げられると思います。こちらもこのように上に曲げて、さらにこの部分水平になるように左に曲げます。
そしてここを斜めに折ります。斜めに折ってこの左の壁を中に押し込みます。このように正面と裏の壁を斜めに折り、左の壁を押し込みます。さらにこのように軽く前後から押して丸みをつけるとボールが中心に集まりやすくなっていいと思います。ボールを作ります。ボールは 7.5 センチの折り紙をさらに半分に切り、一旦くしゃくしゃに丸めます。くしゃくしゃに丸めてほどき柔らかくしたところで白い面を中にして丸めていきます。色がついた面が上になるように、外側になるように丸めていって、これでボールの完成です。四角い部分を押さえ、カタパルトにボールを乗せ、引っ張ってシュートします。シュート！バネが弱い場合は一度ゴール側にこのようにしっかりと折り、バネを強くしてやってみてください。シュート！イエーイ！